こんにちは。元サイクル大学の元です。今回はよく最近言われています煽り運転について、お伝えしたいと思います。お伝えしたいことは3つです。1つ目、私が普段行っている煽り運転対策。煽り運転された時に対策として覚えておいてほしいということを1つお伝えします。2つ目は私の過去の煽り運転をされた経験、体験談、参考になればということでお話をしたいと思います。3点目、これも私の考えになりますが、なぜ煽り運転が起こるのか、過去の経験を踏まえて私の考えをお伝えしたいと思っております。以上の3点についてお伝えさせていただきたいと思います。よろしければお付き合いください。これは私がもう普段煽られた時にしている、対策になります。もう単純に後ろから詰められたら左合図を出して左に寄して、譲るということをしています。でバイクで走っていてですね、後ろから車がこう来ている時に、結構車間距離を詰めて来られる場合っていうのが多いんですね。で私が思うのは前の状況がよく見えるので、それもあって結構車間距離を、普通に詰めてくる人がいるので、多分前がトラックとかだったらもう全然見えないので、車間距離をですね、詰めるよりかは開けるっていう風になる方が多いと思うんですけど、ですから本当に煽られてるのか、車間距離を、ただ詰めてきてるだけなのかっていうのが、わからない場合が結構あります。ですので、基本的には後ろがこう詰められてるなっていう時は、左に寄って、譲っているわけですが、ほとんどですね、クラクションをこう鳴らしてくれて、おそらく、譲ってくれてありがとうという意味でクラクションを鳴らして横を通っていく四輪車がほとんどです。ですので、今までですね、左に寄ったけど追い越さずにその後ろついてきたっていう車はいないです。私は煽り運転にあった場合、実際に、これは煽り運転だなっていうのも当然何回も遭遇してるんですけど、結構もうパニックになりますよね。もう後ろ見てビタッとくっつけられたら。ですから、いろんな対策あると思うんですけど、もうパニックになった時ももうこの譲るっていうことをね、この一つは覚えておいてもらったらいいことになるのかなと思います。で譲ったのに、後ろの車が、まだビタッと後ろついてくるっていう場合は、もうこの場合は、もう完全に止まって、で、もうすぐにね、警察に連絡した方がいいと思います。私もその順番で、対策を取るように、考えてます。2つ目は私の体験談になります。煽り運転の体験談ですが、これはですね、もう15年ぐらい前です。私が教習をしていた時ですね、指導員として、四輪車でですね、路上教習を走行していて、後ろから煽り運転にあったことがあるんですけど、信号待ちでですね、止まった時に、後ろからですね、その煽り運転をしてきたドライバーの方が降りてきて、で、
助手席側ですよね、指導員が座っている方っていうのが、私の横に来てですね、まずですね、ドアを開けようとしますね。でこれは最近のニュースなんかでもね、SNS の投稿で、見る場面でもドアをこう開けようとして出てこいというね場面があったんですけど、その時もそうでした。でも当然ドアロックしてますので、ドアが開かない状態にしてですね、でもう横でもう本当になんかもう大声でね、なんかいろんなこと言ってます。で顔を見るともう完全に、普通に話ができるような状態ではないので、と私はもうその時は当時はスマホがなかったので携帯電話取り出して、で、警察へ連絡しようとした時にその人が、電話を見てですね、なんか急にこう我に返ったのか、もう車にね戻って行きました。でただちょっとびっくりしたのがですね、それ道路上なんですよね。道路上で、私の横でこういろいろ言ってるわけですよね。その人ももうカーッとなってるんで、全然もう周りのことが見えてなかったと思うんですね。ですから戻っていくときに後ろから来た車に轢かれそうになってですね、もう本当にそれの方が見ていてもう怖かったんですね。そういった、ことがありました。15年以上前ですね。でもその時のことって場所も覚えてますし、相手が、どんな人かっていうのも顔が今でも出てくるので、やっぱり怖かったですね。それでは3つ目、煽り運転に対する、私の、意見というか考え方になるんですけど、煽り運転をする人がもう当然悪いんですけど、その、きっかけとなっていることっていうのがやっぱあると思うんです。で私はこのクラクションをこう鳴らすっていうのは、結構きっかけになってるんじゃないかなと思っていまして、この話もですねちょっとこう古い話になるんですけど、もう15年以上前ですかね、大阪の堺の方で、クラクション殺人事件っていうのが起きたんです。で結構その時はすごい話題になりまして、どういう事件かっていうとですね、信号待ちで信号が変わって、で前の車が、青信号なのに発進をしないので、後ろの人がクラクションを鳴らしたんですね。もう 青になってますよ、早く行ってくださいっていう形 で、結構よくというか、見るシーンだと思うんです。そしたらですね、その鳴らされた方ですよね、前の車の運転手が、なぜかですね包丁を持って出てきて、でクラクションを鳴らした後ろの人をもう刺してですね、でそのまま逃走するっていう、そういった、もう事件ですよねがあったんです。で当時私それを知った時はもう本当に、ショックというかもうびっくりしましたね。でそれからですね、クラクションに対する考え方が変わって、これは鳴らしたらなんか相手をですね刺激して、怖いことになるなっていう、そういったことをですね考えるようになりました。ね、皆さんもどうですかね。私クラクションに対して、例えば小学生の時だったら、なんか道でこうみんなで遊んでて、サッカーとかしててですね、そしたら車が邪魔だっていうことで、プープーとクラクション鳴らされた
経験のある方って多いんじゃないですかね。私も結構鳴らされたんですけど、なんかいい思い出かっていうと多分いい思い出じゃないと思うんですね。で、中学校とか高校の時って、まあ、自転車乗りますよね。で、自転車に乗ってて、狭い道なんかでね、ブプーっと鳴らされて、まあまあその自転車の走り方が悪いのもあるのかもしれないですけど、まあ結構後ろからブプーっと鳴らされるとドキッとしますし、なんかいい思いをしてる人は多分いないと思うんですね。で、クラクション自体が、なんかこう人をイラッとするこう音色が入ってるみたいで、多分クラクションを鳴らしてる本人は、まあ、どういうんですかね、気分は悪くないと思うんですけど、よし、一度止まります。救急車が来てるので、また発進します。ちょっとわからなかったので止まりました。はい、すいません。クラクションは本当に鳴らした人は不快じゃないけど、鳴らされた人はもう本当に不快になるものだと思っています。まあ、当然ね、鳴らされたからってもう怒ってですね、煽り運転する方はもう当然問題があるわけですけど、クラクションを鳴らさなくてもですね、私も実際もうほとんど鳴らしてないですね。バイク乗ってる時なんかは、もう点検の時、車検の時ぐらいしか鳴らしてないぐらい鳴らしてないです。だけどそれで事故してるかっていうと、事故はしてないです。で、実際にクラクションを鳴らす時っていうのはまだ余裕があると思うんですね。本当に危なかったらもうすぐもうブレーキをかけないとダメなので、ですから、まあね、このクラクション鳴らさなくて済む場合は、まあ、相手を刺激しないためにね、使わないのがいいのではないかなと思います。まあ、私の意見でした。はい、それでは煽り運転の、まあ、ことについてですね、対策も含めて、今回はお伝えさせていただきました。ポイントは3点、まあ、ポイントというかお伝えさせてもらったことは3点でした。1つ目は、煽り運転の対策で、ね、これだけは知っておいてほしい、まあ、私が普段している対策ということで、譲るということをお伝えしました。まあ、本当に実際私はこれでもうずっと煽られたということはないので、今現在の対策は、まあ、これが本当に有効かなと思っています。で、譲ったのに後ろにくっついてこられたということもありませんので、今後も継続をしていこうと思っています。2つ目は私が指導員を、ね、していた時の、体験談をお伝えさせていただきました。まあ、これもまとめなんですけど、話をするとちょっと長くなるかも分かりませんが、昔の方が煽り運転は多かったかもしれないです。で、今はすごい話題になってるんですけど、そうですね、スマートフォンで撮影できたり、ドラレコですよね、ドラレコで撮影ができてるの で、それを広める手段としては SNS、ツイッターなんかでこう拡散されて、で、おそらくマスコミもその拡散されてるのを見て取り上げてるところもあると思うんですね。ですから昔はその煽り運転があっても、実際に本当にその新聞で取り上げられるかっていうと、なかなか全部が全部っていうことはなかったと思うんです。ですから、まあ、私はもう昔からこの煽り運転っていうのは
多かったと認識をしていました。今後減っていくといいんですけどね、なかなか、なんか車がもうプライベートの空間なので、こう邪魔をされると、自分の行く先を邪魔されると、まあ、そこで、頭に血が上ってっていうケースがあると思いますので、まあ、なかなか一気に減るっていうのは難しいのかなと、まあ、本当に私の意見ですが思っています。すいません、長くなりました。で、3つ目はもう本当に私の意見で、クラクションっていうのが、まあ、相手を刺激して、きっかけになっているんではないかなと。もう昔の、私が聞いたクラクション殺人事件から来ています。はい、ということで、対策と、でちょっと私の体験談と、意見と、そういったことをお伝えさせていただきました。今後の動画制作の励みになりますので、皆様ぜひチャンネル登録お願いいたします。最後までお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。参考になれば幸いです。元でした。